ナザムに展示されているマイティマウスマーク4ファーはマイティマウスという故障でも知られるアメリカ製の軍用機で使用された無誘導ロケット弾である。直径2.75インチでもともと敵の爆撃機を撃墜する溶撃機用の空対空兵装として設計、開発されたが空対地兵器として使用された事例の方が有名である。第二次世界大戦中 戦闘機と爆撃機の両方において飛行速度を大きく向上させるジェットエンジンが出現したことが溶撃機にとって新たな問題となった。敵機と正面から相対して迎撃を試みる際、その相対速度が1500フィート S を超えることとなり、戦闘機パイロットが敵機を十分に狙って、 撃墜に取らせられる被害を銃撃で与えることが可能な時間的余裕がほぼなくなってしまった。50口径の機関銃では、一正射ではなく、連射を行っても爆撃機を確実な撃墜に追い込む弾頭威力が足らず、大口径の機関砲では命中弾を得るために必要な射程と発射速度が不足していることが対戦中の経験から明らかとなった。対戦中、 無誘導ロケット弾が空対地兵器として有効であることが証明され、またドイツ空軍が JG-1 及び JG-11 戦闘機部隊に配備したベルガーイコールグラナーテ21ロケット弾は1943年7月29日にキールとバーネムンでの攻撃に向かったアメリカ陸軍航空隊の爆撃機体迎撃に初めて用いられて、 空対空兵器としても有用であることが示された。ドイツでは1944年夏から秋にかけて、祖父の第8空軍爆撃隊に対抗する迎撃機、部隊であるメッサーシミット目262に骨翼を折りたため式ロケット弾の r 4 m が装備された。そして1940年代末、アメリカ海軍の海軍兵器テストセンターとノースアメリカンによって、 マーク4ファーが開発された。最初のマーク4ファーは、全長約4フィート、重量18.5ポンドで6ポンドの榴弾弾頭を持っていた。ドイツの R4M と同じく折りたたみフィンを持ち、発射時に転調されたフィンが、ロケット弾をスピンさせて、弾道を安定させる働きをしたが、フィンの枚数は R4M の8枚から半分の4枚となっていた。 最大有効射程はおよそ3700ヤード。命中精度の低さを補うため多数のロケット弾を一斉発射する手段が常用され、飛行機によっては104発のファーを携行していた。海 -94C の主翼に装備されたファー12連装ポット。樹脂製カバーコーンは取り去られている。マーク4ファーは1950年代初めに NATO 加盟国の洋撃機。 海マイナス 86D、海86マイナス89、海マイナス 94C、94 CF-100 などの主武装として用いられた。また海マイナス102にも主武装の空対空ミサイルを補う副武装として搭載された。日本の航空自衛隊では1963年から新型洋撃戦闘機として海マイナス 104J、10 DJ を導入したが、最初の3機を除いて、主兵装の AIM-9B、E サイドワインダー空対空ミサイルに、全天候照準能力を付与とする赤外線、照準機が装備されていなかったため、サイドワインダーが使用できない場面に対応する、副武装として、m 4ファーを使用した。回1百四 j DJ に m ファ a 搭載する場合は、七発を収納する、 RL-7 ランチャーを左右の主翼下に1機ずつ装備した。実戦配備されたマーク4ファーは当時の人気アニメキャラクターにちなんでマイティマウスと呼称された。マーク4ファーは空対空兵装としては性能が良くないことが証明された。命中した際の威力としては一発で爆撃機を撃墜しうるものであったが命中精度は最悪であった。 スピンする回転数が低く、風の影響や重力による弾道低下を防ぐために十分ではなかった。発射されたロケット弾は分散し、24発の一斉発射でアメリカンフットボールのフィールドを包むほど広がった。この結果、空対空ミサイルが実用的となった1950年代後半には、航空兵装としての用途は主に放棄された。しかし、 マーク4ファーには新たに空対地攻撃兵器としての用途が見出され、特にこの頃新しく登場した武装ヘリコプター用としての適性があった。ファーの一聖者は大変少ない重量や発射反動ながら大口径機関砲並みの被害を与えることとなり、また対地攻撃用途において長距離命中精度はあまり重要視されなかった。 強化されたロケットモーターと組み合わされたファーはマーク40の故障が与えられた。マーク40はヘリコプターからの運用に合わせ安定飛翔のためのスピン速度を増した設計となった。マーク40はマーク4から発展した汎用ロケットに作戦に合わせて選択可能な異なる弾頭を組み合わせることができた。7連装もしくは19連装のロケット弾ポッドが 様々な用途のために開発された。弾頭も、対人、対戦車、攻撃一指示用などの各種用途に特化したものが用意された。ファーは、ク4ク4 0から、より現代的なマーク6 6ロケットモーターに組み合わされた、ハイドラ70ロケット弾へと発展して2015年現在も、現役である。アメリカは、この種の兵器の最初の使用者で、 多くの種類の発射機を開発した。当初、航空機用発射機は使い捨てとされ、飛行中に投棄するか、作戦終了後に基地にて処分されていた。武装ヘリコプターの登場により、新たに再利用可能な発射機が求められることとなった。ファーは当初アメリカ海軍で開発された兵器であったが、後にアメリカ空軍、さらにはアメリカ陸軍が、 あらゆる任務向けロケット弾ポットの開発において、責任を負った。これらのポットは次のように説明されている。XM157 ロケットポット XM158、ロケットポット初期の UH-1B、UH-1C ガンシップは、XM3 サブシステムを装備していて、脳型体のファー24発収納ランチャーを、 サイドのスライディングドア後端付近に装着していた。このポッドは再利用可能なもので機体の純固有装備であった。このマウント位置は対戦車任務に用いる際には SS-11 追戦車ミサイルを3発傾向できるブーム形状ランチャーの取り付けにも使用された。副装重視席には屋根にこれらの武装用の照準機があり、発射用コントロールボックスが備えられた。 後期の UH-1C と UH-1D においては、ファー7発ランチャーと連装の M60D 機関銃が一体化されたポッドを左右両側に装備した。一部機体では機関銃に代わり、M134 ミニガンと3000発の銃弾を装備した。これらの機体は、通常、空中ロケット砲兵部隊としてではなく、空中機兵部隊として扱われた。 また、航空機で使用済みとなったポットは、地上部隊で火力支援基地の防衛用ロケットランチャーとしても使用された。スラマーと呼ばれた19連装ポットを6機結合した、被検因式ロケットランチャーが空艇兵の火力支援用としてテストされた。ハイドラ70ロケット弾を用いた場合、その射程は約7000メートルであった。 マーク40モッド例汎用モーターに適合する様々な弾頭が開発され、合わせて新刊も複数の種類が用意された。次のリストはマーク40モーターが後継のマーク66モーターに置き換えられる以前のものであると信じられている。ありがとうございます。